なか強いし、島根県民はすごいということですね。福岡県民の皆様、ぜひですね、声を上げて、本当にパチンコなくていいでしょ。パチンコ必要ですか。いらない。絶対いらないでしょ。お金を吸い取られるだけで楽しいんですか。あなた貯金しろよ、ピカ様です。今回、3月1日に、申請がありました。その時にパチンコホールの従業員が震災に関連して出玉を吸うより多くする、そういうふうに広報しました。バカです。自分たちが出玉をコントロールしてるっていうことを自分たちで発表してるんでしょう。ここって言われて、それでも私たちはパチンコしますか。はい、女子パチンコ代約21兆円なんていうと言われております。この21兆円が他の資金に回ったら日本はもっと良くなるんじゃないですか。パチンコは一概があって百害あって一利なしであって、本当にこのように存在してはいけないんですよ。皆さんね、パチンコに行かれる方、病院に行ってください。依存症です。パチンコに行かれる方、病院に行ってください。絶対に依存症ですから治療を受けてください。そしてパチンコに吸い上げられたお金をもう出さないようにして、治療に使って、そして平穏な暮らしを送るようにしてください。今日はですね、20名弱の、参加人数でしたけれども、全国9カ所で大特会は今やっております。全国合わせるともっとすごい人数になっております。今後ともですね、折につけ、こういう活動をやっていきます。在日特権を許さない市民の会、パソコン使われる方は在日特権を許さない市民の会で検索かけてください。閉めてください。皆さん本日はご苦労様でした。ありがとうございました。非常にですね、日本という国の、いろいろ問題点がございますが、その最大の問題の一つがパチンコ産業でございます。テレビを見ますと、朝でも昼でも夜でも深夜でも、のべつ幕なし関係なく、子供の見る時間帯にもパチンコのコマーシャルを流しております。少なくとも私が子供の頃は、子供の見る時間にパチンコ産業の CM はコマーシャルは流れておりませんでした。そうだ。なぜかと申しますと、パチンコは明らかに違法賭博でございます。違法賭博を子供の見る時間、朝昼晩そういった時間に流すということは、子供にとって害悪以外の何者でもありません。そうだ。特に小さなお子さんをお持ちのお母様方、お子様の教育にとってパチンコというのは大変な脅威であるはずです。ぜひですね、小さなお子さんをお持ちのお母さん方、違法賭博のパチンコに、断固反対してください。そしてテレビでは、いつもですね、毎日のように原発を止めろという、ことを、指揮者なる方々が言っておりますが、その方々は、電力不足に対して工場を休業しろとか、家庭の電力を、やめてクーラーの代わりに扇風機を回せとか言います。しかしパチンコを廃止しろとは、違法賭博のパチンコを廃止しろとは一言も言いません。いかに日本という国がパチンコ産業に侵されているかという、パチンコ産業の利権に侵されているかという最大の証拠でございます。そして、こういう話をすると、必ず在日韓国朝鮮人の皆さんは日本に強制連行されてきたんだから、パチンコを廃止したらかわいそうじゃないかという意見がございます。これはとんでもない話です。日本には約60万人の在日韓国朝鮮人さん、皆様がいらっしゃいますが、そのうち戦時徴用された方は、朝日新聞の、1957年の、朝日新聞によりますと、わずか245名です。残りの、在日韓国朝鮮人の59万、9800人 は
密入国ということです。犯罪者だ、パチンコ産業の最大手でございます、パチンコ産業の最大手でございます、マルハン、マルハンの会長の、韓国から来られたマルハンの会長の方はですね、韓国の最大の新聞、日本で言えば読売新聞とか朝日新聞に値します、朝鮮日報という記事のインタビューで、マルハンの会長はこのように答えております。日本語の辞書を一つ持って、日本に出稼ぎに来るために密入国したと、マルハンの会長が日本に出稼ぎに来るために密入国したと、マルハンの会長、パチンコ産業最大手のマルハンの会長自身が密入国を、カミングアウトしております。それにもかかわらず、マスコミは叩こうとしません。非常にマスコミはというのは皆さんテレビというものを信じちゃいかんのです。例えば、テレビがいかに変更しているかという一番いい例は、先日ユッケを食べて、何人か死にました。皆さん思い出してください。伊勢神社の伊勢神宮の名物、伊勢の名物赤福、赤福が賞味期限切れの赤福を売って、マスコミは赤福が潰れるほど倒産するほどボロクソに叩きました。新聞もテレビもです。しかし赤福を食べて食中毒になった人もいなければ死んだ人もいません。しかしマスコミは伊勢名物の赤福を潰れるほど叩きまくったのです。一方、ユッケはどうでしょうか。死んだ人がいるんです。食中毒を起こして死んだ人がいるんです。しかもインターネットの動画サイトには、その問題のお店の厨房が、動画が上がっておりまして、ユッケを手で素手でかき混ぜております。そしてお客様に出すお皿の盛り付けた後にお皿の周りをお客さんが、手で拭いた、雑巾でですね、周りをぐるぐる囲ん、拭いております。そのような動画が上がっているにもかかわらず、マスコミ、テレビ、新聞は、あっという間に、スルーしちゃいました。いかにテレビが変更しているかといういい例だと思います。皆さんですね、ぜひテレビを見る時間を少なくして、その代わりにインターネットの動画サイトを見てください。インターネットにはもちろん偏りがございます。間違った情報もございます。しかし事実もございます。どうか皆さん、特に主婦の皆さん、なんてまた炊事をしながら片手までテレビをつけて、テレビを見られているテレビを BGM 側に使われているお母さん方、小さなお子様をお持ちのお母様方、ぜひテレビを見る時間を減ってインターネットを BGM 側に使ってください。ぜひ皆さん、日本人一人一人が考えていかなければこの国は本当に大変なことになります。簡単に原発をやめろという声がありますけれども、パチンコを廃止して原発をやめるというなら今いざ知らず、浜岡原発の停止した浜岡原発の7倍の電力です。それを、その電力を投じしているパチンコを止めずして、原発を止めたら大変なことになるんです。そういうことは小学生や中学生でも分かることです。ぜひ皆さん、インターネットでよく、調べて考えましょう。一時の、マスコミが煽る一時の原発やめを、ジョン・レノンのイマジンのテーマソングみたいな、安易な発想はやめましょう。私から以上です。どうも本日はありがとうございました。皆さんありがとうございました。